スルチン区の町スルチンは、セルビアの首都、ベオグラードを構成する17の自治体の一つであり、またその中心をなす地区の故障である。ベオグラードの空の玄関口である、ベオグラードニコラテスラ空港の所在地であり、2003年に、ゼムン区から分離して新設された。2002年の時点で、スルチン区に相当する地域の人口は38,695人であり、 その中心をなす地区の人口は14,292人であった。スルチンは、歴史的に、スレムと呼ばれてきた、ドナウ川とサバ川に挟まれた地域の東端近くにあり、ベオグラード中心部から2 0トルほど西に、離れている。ベオグラードザグレブ道路のすぐ南に位置し、2011年に、開通予定のベオグラードバイパス経路上にある。 スルチンをはじめとする、スルチン区の主な集落の人口は急成長を続けている。スルチンは東に位置するベオグラード中心部からは離れており、市街地がつながっているわけではないが、区内の市街地は道路に沿って拡大を続けており、ベオグラード中心部とスルチンは市街地としての一体化が進んでいる。人口増加に伴って、区内の各集落とも、 主街地が結びつくようになってきており、スルチンからは、北のドバノブツイ、南のヤコボ、西のベチュメニエと結びついている。国勢調査による、スルチン地区の人口は以下の通りである。民族別2002年の国勢調査による、民族別の住民構成は、以下の通りである。スルチンの町にあたる地域には、太古の昔から人類が住んできた。 新石器時代、青銅器時代、石器時代、ローマ帝国時代にこの地域に人が住んでいたことが確認されている。自治体としてのスルチン区は、ベオグラードの西部、スレム地域の東部に位置している。北は、ゼムン区、東は、ノビベオグラード区と接している。区の西の境は、ボイボディナジ地州との宗教となっており、サバ川が、南の区境となっている。 サバ川を挟んでその南には、ベオグラードのチュカリザク及び、オブレノバツクと接している。区の領域は、平らな湿地帯であり、区の南部は、サバ川の氾濫源である。ガロビツァ川やヤルチナ川をはじめとして、区内には、多くの小さな川が流れている。この他の地理的特徴としては、フェネク池やジバチャ池、ボイチンの森、サバ川の中洲。 プロガルスカアダなどの地形が上がる。1991年から2002年までに、区の領域の人口は35,591人から38,695人に増加した。この増加の多くが、一連のユーゴスラビア紛争で家を失った、クロアチアやボスニアヘルセゴビナからのセルビア人難民である。こうした難民の多くが、2002年以降になって、 セルビアの市民権を得ており、これを含めると人口はさらに多くなっていると考えられる。民族別2002年の国勢調査による区の領域の民族別住民構成は以下の通りである。区内のすべての地区でセルビア人が多数派を形成している。区内の集落は以下の通りである。町村スルチンは1965年までスルチン自治体の中心であったが、 その後、ゼムンと合併した。1990年代以降、再び、ゼムンからの分離を目指す動きが活発化した。人口を5万人以上と定めるなど、区の新設に関するベオグラード市の検証を完全には満たしていなかったものの、ベオグラード市議会は2003年11月24日に、スルチン区をゼムン区から分離することを決議し、 区議会選挙が行われる2004年11月3日までは暫定的に税務の行政の管轄下に置かれることとされた。しかし、区政が正式に発足した2004年以降、区の政治は混迷を続けた。スルチン地区の代表、スルチン区長、区の住民の多くは農業に従事している。スルチン地区には豚の飼育が行われる広大な農地があり、 この他の地区の農作物の多くは、ベオグラードへと供給されている区で、最も特筆すべき施設として、ベオグラードニコラテスラ空港がある。空港は1962年4月28日に開港し、それまでのベジャニアの空港から役目を引き継いだ。空港には、ベオグラード航空博物館も併設されている。ベオグラードザグレブ道路は、区の領域を通っており、また、 ベオグラードの南の郊外を反周するベオグラードバイパスのスレム部分はすでに開通している。また、国際貨物鉄道の線路もこのバイパスと並走している。ありがとうございます。